4月1日、町田天満宮でガラクタ骨董市が開かれました。高畑不動や武蔵五日市など町田天満宮を含め都内3カ所で骨董市や古物市を開催している神奈川骨董市が毎月1日に開いているものです。神社の境内に小道具や骨董をはじめアジア雑貨や着物などの露店が所狭しと並び、買い物を楽しむ人でにぎわっていました。ヴィンテージの雑貨だとか、フル道具とか、まあ、結構いろいろ扱ってます。これとかは結構大変珍しいもので、パナマ諸島のクナ族が伝統的に作られているなんかパッチワークと刺繍のモラ刺繍っていうものなんですけれども、技術がやっぱ詰め込まれているんで面白いですよね、うん、今日買ったのは帯締めと、あとはかんざしですね。アンティーク着物ショップ屋さんだとゼロ1個多いようなものがお安く買えるので結構何回も来てるよね、はい、常連です、はい、30年以上の歴史を持つこの骨董市、主催の国根さんはこれからも続けていきたいと話します。とにかく何でも古いもの業者さんたちが集めてきてお客さんのために頑張って続けております。昔の人がやってきたことをよく見てそれを学んでいくっていうことに関してはとても大事な文化だと思うので、ずっと続いていってほしいなとは思ってます。